これがウサギの本当の中心というふうにして、まあ、小さなおにぎりを描いてもらうような感じでいいかなと。2つ描いた方がウサギっぽいんでね、ちょっとあえて描いてますが、両サイドにとんがらせて、でまあここまで来たらですね、はい、皆さんこんにちは、京都の絵描き米半です。本日もペン画入門、前回やりましたウサギの描き方に加えまして、今日はウサギの全身を描いていくんですが、骨をちょっと一回イメージしながら描いてみようということでね、やっていきたいと思います。基本的にはかなり初心者向けに解説していきますので、その形の骨はないよとかっていう風なご意見は、もっと詳しい方に送っていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。ペンと、鉛筆と消しゴム、紙を用意していただいて、スタートしていきます。それでは行きましょう。はい、それでは早速本編に入っていきたいと思います。今日もね、僕はこの四角い紙を使っていますが、皆さんは横長の紙を使っていただいても結構です。まあ大体ですけど、まあこんな形の紙ですねを使っていただければと思います。さあズームしていきましょう。はい、それではね、早速書いていきますよ。で、ウサギの基本のね、まず中心となるのは、今回はね、ひし形です。これがウサギの本当の中心というふうにして、描いていきます。ね、もう全然イメージ湧かないですよね。じゃあ、描いていきますよ。まずはこのひし形を、まあ、そんなに大きくなくていいですね。まあ、紙の中心に描いていただいたら、このひし形の、ここの長さプラス1ぐらいですかね、同じぐらいにこう引き伸ばしていきます。ね、はい、こんな感じです。で、この引き伸ばした形、これがまあ体の特に中心の部分になってくるんですけども、ここのこの長さありますね、ここからここまでのこの長さと同じぐらいの長さで、骨を1本追加していきます。これがいわゆるここが背骨になってきますね。で、さらに同じぐらいの骨をね、少し重ねてもう1本いくんですけど、なんでここが1ぐらいの感じでね、大体でいいので、長さを掴んでいってもらって、さらにもう一つ骨を、ここは重なりがあります。はい、で、ここまで来たらね、こう背中からお尻ね、ここの丸い部分が大体出てきます。ね、またこれ今度はここ重なってない部分ですね、これぐらいの長さで、V の字になるようにね、まあイメージとしてはこの中心に向かうぐらいの感じで、向きを書いていただいて、ここか、ここがね、まあお尻からこう、まあ人間でいう、まあ太ももみたいな感じですかね、いわゆるこうお膝に向かっている骨ですね。で、膝、すねを書き足していくんですが、ここ骨を入れます。はい、でここがかかとになってきますね。はい、でさらに今ここがちょっとここ短かったですが、この長さはだいたいさっきのこの1対1って言ったぐらいの長さで結構です。で同じ感じで少しかかとを後ろに出してあげて、ここも同じような長さね、
これとこれも同じぐらい長さですね。ちょっと救急車が来ましたね。はい。はい、ちょっと救急車が来ましたんで、ちょっと止まりましたが、ここから、ね、まあ大体今、後ろのこの背中側と、まあ、足と書きました。これ後ろ足になってくるんですね。じゃあ次、前足行きましょう。前足も、このひし形にちょっとかぶせるんですが、こんな感じで最初骨が一つ、まあ人間でいう根元ですから肩とかね、その辺のイメージになってきますね。はい。で、まあ、人間で言う必要もないんですけどね、まあ、ここの骨、ここはさっきのまあこの骨と同じぐらいの感じですかね。こっちに向かっていった骨が次は内側に向かっていきます。まあ、この膝に向かって折ってあげてるような感じで、前腕のねちょっとこう長めの骨が出てきて、でここにまあつま先ね置いて感じですかね。ここがまあ小さなおにぎりを描いてもらうような感じでいいかなと思います。はい。でですよ。で、ここまで来たらね、もう大体イメージ湧いたと思うんですけども、これが、ここに尻尾の骨がちょんとついてきます。はい。で、この中心って言っていたひし形から飛び出していく、これが首。首の骨、これはここね、小さな骨、小さな骨とまあ大体同じぐらいでいいかなと思います。で、これと同じ方向で、ひし形をまた最後に描いていくんですけど、この辺りですね、ひし形を描いていきます。ちょっとずれてますね。はい。まあ普通のひし形書いてもらって、またちょっと救急車両かな来てますが、少しここを伸ばしていきます。はい。救急車が通りましたが、このような形ですね。まあ大体そうですね、ひし形をまたちょっとここの長さをもう一つ増やして、こう長いひし形、さっきのこう大きなひし形とはちょっと小さい目ですが、こんな感じでね、組んでもらって。で、このひし形描いたら、まあこのバッテン、ありますよね。まあこのあたりに、まあ、丸を一つ入れといてもらえると、これが後でね、目になってきます。はい。まあ、ここまで、これがまあざっくり骨、というかまあ体の中にある骨組み、みたいな感じで、捉えていってもらえたらと思います。じゃあ、これにね、まあ外側のまあ筋肉だったり、肉とかがついていくと思うんですけど、まあ、この外側のラインに沿って線を入れていきます。骨の外側のラインをね、こう軽くこう隙間を開けて沿っていってもらいながら描いていってみましょう。はい、首の後ろ、背中からお尻に向かって、でここに尻尾があって、でここにね足の骨がありますから、足を外側外側で、
ここに足の先があって、で少しこう丸い形ですね。こんな感じで肉付けをしていって、でここに大きな体の塊があるイメージで、お腹の部分を描いて、腕、前の足ですね。で、ここ、前腕のこの前のね、飛び出している部分を入れたら、首の下の部分と、ウサギの頭の部分ですね。はい、こんな感じで今丸みを帯びさせていってます。はいね、こんな感じでだいたい体がこう出来上がってきましたね。で、ここから耳を生やしていきましょう。まあ、ここの、まあ、目、中心ですね。頭の中心から、まあ、そうですね。方向で言うと、このあたりかな。このあたりに耳を描いてあげます。まあ、顔と同じぐらいの長さで、耳、描いてみましょうか。ちょっと大きいかなと思ったら後で消せるんでね。はい、まあこれ別にあの耳僕今2つ描きましたけど、1個でも耳は耳なんでね、1個でもいいかなと思います。はい、2つ描いた方がウサギっぽいんでね、ちょっとあえて描いてますが、はい、どうでしょうか。まあ、なんかこうウサギらしくなってきましたよね。で、腕が細いなとか、後ろ足がね、こうどんな形になってるのかなみたいなのを思いながら、こう全体の形作りをしていってもらって、はい。まあ、このあたりまで来たら、あとはね、ペンを入れていくような形になってきます。はい。ね、まあ、ここまで来たら、もうほぼほぼ完成してるような感じではあるんですけども、ね、うさぎの形をね、最後、かたどっていきましょうか。うさぎって、やっぱちょっと毛がね、生えてたりするので、今日はタッチを、ちょんちょんちょんのタッチで、まあギザギザとかちょんちょんちょんですね、こうペン先をずっと紙にひっつけないで浮かしてちょん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 みたいな感じで書いていきましょうか。お腹の下と後ろの足、で、尻尾、で、背中、で、耳の後ろ、で、まあ、反対の耳もね、やっぱ入れときましょう。はい。ね、これで外の枠が全部描けたかなと思います。で、うさぎの目ですよね。ここ、さっきの丸をなぞって、少し両サイドをとんがらせて、で目の光を軽く入れてあげると、
ね、うさぎの目らしくなってきますね。で、鼻はちょんで OK です。でね、まあここ内側のラインをね入れてあげたりするとちょっとねうさぎらしくなってくるかなと思います。はい、どうですかね。こんなことになってるんですね、体が。で、今こうやって描いてみたら、なんか、いろんなね、小動物と、こう、共通する部分が出てきたりとかするんじゃないかな、っていうふうには思ったんじゃないかなと思います。で、まさに、そうなんですね。で、まあ、ここまで来たらですね、まあ、鉛筆の線を消してみてもらってもいいですし、いろいろこう試していってもらいながら、まあ、僕だったらね、もう少しこう線を付け足していって、例えばお腹の下だったりとかをね、こうちょっとこう濃くしていったり、ね、足の後ろとかね、こう影になりそうな部分をちょっと濃くしていってもらって、足元とかね、首元とか、はい、でこの中のねこう線を消していってもらえると結構いいと思いますよ。まあ、ここ最後ね耳の中の部分ちょっと色を入れてみたりしてね、じゃあちょっと救急車が来ましたね。なんか今日は多いですね。こんな感じですかね。で、まあ影をねここに落とし込んでもらえると、まあちょっとここにウサギがいるかなみたいな感じになったりとかねすると思いますんで、はいね、まあ実際にはもう一つね足があったりすると思いますしね、こっちの足だけじゃなくて向こう側の足が見えてきたりとか、まあこれをこう角度によってねこう見ていくといろんな形のウサギが描けるようにはなってくると思うんですけれど、まあ、実際にはどこにこうボリュームがあって、ね、どんな風にね、ウサギの輪郭が作られていってるのかっていうのを意識しながらね描いていってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じでね今日はこれで終わりたいと思いますので、はいはい、まあ、これで鉛筆の線消してみて皆さんどんな感じになったかっていうのをねぜひ投稿してみてもらえたらと思います。まあ、このまま投稿してなんかちょっと骨をイメージしてやってみたみたいな感じでもいいんじゃないかなと思います。はい、では本編は以上になります。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。皆さんどうだったでしょうか。実際にある骨をちょっとねこう簡単にしながら、解説していきましたけれども、こんな感じで全身を描いていただけると、例えば、他の動物だったり、例えば人間だったりしても基本的にやり方は一緒ですよね。骨をちょっとね簡易的にでもいいので想像して描いていくと、想像ができないっていう場合は何々骨格みたいな感じで検索して書いていってもらえるといいんじゃないかなと思います。こんな感じでね、まあ、ひとまとまりの塊っていうのを意識しながら書いていくとボリュームがだんだん合ってきていい絵になっていくのではないかなと思っております。
前回の簡単なウサギの描き方に引き続き最後までありがとうございました。この描き方でいろんな可能性をね広げていってもらえたらと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。